恐れ入りますが、ご起立していただいて、八津信夫さんの黙祷をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。黙祷。ご着席くださいませ。監視の中に、年々歳歳というね、年は年、年歳は歳末の歳と書いて花愛に対して毎年花は同じように咲くという意味でございます。そしてこの後がまた面白いですね。歳歳年々、年末の歳を変えて歳歳年々、人同じ体でやっていく。で、毎年毎年この会を催させていただいてですね、新しい方がたくさん参加していただいております。我々は美しい花を見ますとね、花の美しさに心を奪われますが、その美しい花を支えている葉や茎や、また目に見えない土の中っていうものはなかなか見ることができません。この八津信夫さんはですね、そういう目に見えない世界を見抜くっていう、言いますか、そういう眼力の持ち主でございました。八津屋発展のですね、基礎、これは本物の商品を見つけて本物の商品を売りたいというこの一心がですね、実は今日の繁栄があるわけなんです。どうかですね、八津信夫さんのことにつきましては、たくさんの方が、いろんな方々がお話をしていただいております。まず今日はですね、どうか伝説の男八津信夫さんに学ぶ会でございますので、彼の佐賀同友会で講演いたしました経営計画書のセミナーのビデオをですね、まずご覧になっていただきたいと思います。そして彼が何を語り、何を言わんとしたかっていうことをですね、しっかり皆さん方の心に留めていただきたいと思います。今日は本当にたくさんの方々にご参加いただきまして、心より御礼申し上げます。最後までぜひお楽しみしていただきたいと思います。ありがとうございます。これより八津信夫さんのビデオを応援したいと思いますが、その前に石川実行委員より八津信夫さんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。片づくりの石川ですけども、毎年ですね、この8月28日を八津屋の日というふうにして、学ぶ会というのをやってるわけなんですが、八津信夫さんは昭和19年の生まれですから、健在なら63歳ということになりますね。で、これからお見せするビデオなんですが、これは、平成10年にですね、今日は佐賀からも見えてますけれども、第1回の経営計画セミナーで八津さんが1泊2日で講師を務めた分を短く編集をいたしました。いろんなことを話しているわけなんですが、平成10年ですから、今から10年ほど前になりますかね、なんですが、今聞いてもですね、すごいこと言ってるなというふうなんですね、私にはもう遺言のように聞こえないわけなんですが、で、そのことをですね、まず見ていただいて、特に今日の分はですね、
零細企業といいますか、家内企業といいますかね、従業員が 2,3 人の人とか、あるいは一人で頑張っているとかいうふうな人たちに対してですね、強烈に、訴えかけている点があります。ですからどうぞこの辺がですね、見にくくなると思いますので、席を前に行きませんか、移動してもいいですから、見えるところにですね、行っていただきたいと思います。それではどうぞ、ビデオをよろしくお願いします。
なあっても物が売れないんですよ。商品に変わるよ。だけどそれを今思えばそういうふうになる前兆というのは私のいろいろ合図が、例えば手形を割ってくれとかいろいろあったんですが、私の勉強不足のためにそういうことも分からないまま、もう自分が無償になってちょっとお金があるんですから、ここが今村さんにまして食べられないとかあって、もうそれがもう毎晩ラーメン屋のおじさんはもっと偉い。
も私の最初のスタッフで、その時にいろいろ教えられたことがここに載せていると、これちょっと本式ではね、本式の電話書はこちらの方なんです。ちょっと社外のものが入ってますから、ありますので、なかなかに。私は一番最初の第1ページで、どういう場合に学ばせていただいたことか、その時セミナーで感じたことをメモしてます。それをここにずっと8年間書き続けて、いつもなんか迷った時はこれを見て、テントに書いて、スタートします。さっと言いますも、あとは何か言ってください。魚を取るのは漁船、社員の仕事だよ。どこで魚が取れるかを探すのが社長の仕事なんだよ。あっこにいた魚がいっぱいおるよ。言うのを引き締めるのは社長の仕事だ。お前は社長の仕事だ。あの魚なんだ。お前は漁船員の仕事でしょ。その時は私は一緒に配達してないから。そこで、ね、社員と会話していますから。それが、社長の仕事と社員の仕事は違うんだな。お前どっちを選ぶの？私は社長だよ。たった社長の言うてる。いうところから始まっていた。それから全てお客様大主義になっている。会社の都合主義になっている。おとといも福岡の、おととい、三木屋の社長の話がありました。社会が大手に行く資格は25時間いる。いつ電話をかけても、どれまでも働くことができる。お客様大主義。そういうふうな転換になっている。お客様の方に商売を向いてない。今、時短時短って言うから、もう土曜日休まないかんない。日曜日も最初に休まないかん。それは会社の都合主義。本当にお客様のことを考えれば、日曜最初の当番制でやるのが本当ではない。その辺のことです。それから、会社は社長が、社長の器以上動いてならない。当たり前。まあ、今日も白く言いますけど、社長が来てなかったら意味ありません。いくら常務が副社長が一生懸命やっても、社長が勉強してなかったら全部打たれますので、ここで専務とか常務とか、人が自分が立派な計画書を作って発表してもですね、まあ大体1年通ります。トップが分かってなければ全部打たれます。どういう会話かもしれない。そういうことで一回あります。社長の器以上に絶対会社を送ります。器を書いてください。器を磨くことはですね、頭を打たれて、立派な経営者から教えてくださいって言って学びに行くことなんです。それ、どんどん器を磨くことが多くなってきますし、そういう人が輝いてくれます。そしたら、多くなってくる。それから、社長は、気持ちが変わらなければ会社は絶対に変わらないんです。社長が同じ考えだったら、いくら社員が良くなって絶対に同じ状態で続く。中小零細企業は若干の高い投資は商品を選ばなければ多く成長できません。そういうのがありました。商品の価格決定権をこちらが握っていなければ大儲けはできない。見積もりを取られる商売してはいけないということかもしれません。もちろん見積もりのない商売を今しとっても自分の他の事業部については見積もりを取られる商売かを始めていくと思います。そういうことをやってほしいということを先輩が教えてくれました。特にもう量販店なんかで取引しているところは昨日の話がありましたけど、そこが、まあ、名前出して申し訳ないけど、スーパーダイエット取引しとったところ 100% そこで取引しとったのが、ある人で3回前に僕で、前のことはお仕事をしに、そして大阪と取引するから、よろしく、これでいっぱいと、大阪さん、そういうことを言ってるわけですね。商品の価格決定権、ダイエットさんの言う通りに出たんで、恐れますけど、うまい商売ができる。売上より儲けが大事です。いくら何百億で会社にとっても、5000万しか儲けていないじゃん。とか10億の売上を取っても2億も儲けるっていう会社は、どっちが偉い？ 2 億の方が偉い。社員もそれぞれ儲ける。いくら大きな売上を取ったって赤字の会社だったら、私たちの方が欲しい。そういうのを知ってる。儲けは社長の勲章です。それから儲けている会社で素直になれ。ただし、こちらが裸にならないと、そこに儲かを教えてくれ。特に頭がいい人。ねえ、あいつら、アップルじゃないしたけどな。あれ、小学校で5年より成績が悪かった。もうそういうことですね。要は、ね、あいつらも入れてらっしゃる。うちの前は小作にあります。そんなことを言ってる人は絶対売れない。本当に裸になってですね、教えてくださいって言って入っていく人は本当に伸びてきてると思います。
と町人でその最高の名誉を打ち上げて、無一文で、その大門のところの寺門の本店さんに作られた方ですが、本当にあの人の戦から見て、まるで素直になる。で、今度6月の3日に、集合で、例えば2000人ぐらいになってるんですけど、寺門の20周年、先般が、今度もその自分がその職人で包丁を握っている時にですね、一緒に外回りをしてくれたおかみがおるんですよ。その人はもう7年近くになるんですね。でその方をですね、なんとその発表会の方で20周年で大きい相談役、取締役相談役に言われたんですこのあったかさ、私ね、定年したら関係ないです。そういうか、冷たい中で、また帰るのを作りたかったのは考え方が素晴らしいなと思います。それから、良いことはまず素直にやってみること。理屈だけでは会社で。理屈の人多いですね。で、やってるかなって言って、こうやってみても結局やってないんですね。だからやっぱり素直に、やるといいな。社長の器っていうのは素直でやって卑しくない。これだけ給料取れば社員はもう会社でいいんじゃん。これ絶対飲めないですね。やっぱり社員と一緒にこうやっていると気がしくないでしょ。もちろん給料一番最高の最高のでいいですよ。いいけど社員にもちゃんとお裾分けをするという必要がある。それから夢を語る、夢のない社長にはない、ついていかないじゃないですか。それぐるぐるぐる人変わるんじゃないですか。社員の悪口を言う社長は社員からも悪口を言われて、まあ、それは私が言うことはありませんので、これはセミナーで私がメモ、先輩に教えてもらったことをメモして聞き寄せるだけですから。ただ私はこれが正しいと思っています。だから社員が悪口を言うと必ずどこかで社員からも社長が悪口を言われてます。目標を持って口で言うのは文章に発表する、口で言うのならどんどん忘れてしまって、また次のそれで答えてしまう。だから自分を追い込め、人間を怠け込む、人前で発表してしまえば達成しないと格好が悪いんで頑張ります。そうすれば何とも不思議として伸びてくるということです。まあそういうことをこの講演会で教えていただいて、まあ、私も本当に鳥が入ってすぐ皆さん方と同じように鳥から入ったすぐですね、これを始めたんです。で今回は松田さんがおっしゃるように一枚もらうな、続いてるな、一枚もないと思います。最初私はもう裁判にしてですね、それを続けてきました。でちょっと皆さんこれ会社の概要、その時間もそういうことじゃないんだけど、ちょっと見ていただきたいと思います。この業績の推移というのを書いています。14期平成元年がですね、3億ですね。でこの前がですね、この前が1億8000万です。でその前が6000万。だから6000万、1億8000万。3億、2億、3億、5億、14億、22億、まあ、今期30億と、前期30億書いてますが、まあ、26億で、終わりました。で、経常利益も、まあ、こういうふうに3億近く上げさせていただいているようになったのは、やはり私はもう、一人ですね、自分がその経営事務所を一緒に、社員と一緒に作ってきて、それを少しずつ、ずつ実行してきてきたからだろうと、私は思います。これは中小企業では社長の仕事です。社員の仕事ではありません。今言うようにこの方向でいくぞというふうなことを旗を振るのは社長の仕事ですから、だから社長は自分で関わっております。ところが現実はどうかというと、私が入った時と基本的に何だろうな、この程度ですから。そのもうどれか自分の面白い話がトランプ本当、経常利益知らなかったという社長が多いんですね。一番大事なのは経常利益です。儲けができながらは夢も実現できないし、社員も夢を与えられないということです。まあ、そういうふうに、やってきます。現在は、まあ、申し上げたように、お客様で、こういうものを決まりましたし、向いてまいりました。それから、今度、今週の月曜日、ここに進む前に、第2ビル、公開の7第2ビルを建てさせていただきました。で、こちらは通信販売ということですから、九州で埋もれた指定商品も全部販売をしていただきます。
性をそのままいるんじゃないかという反省の中で、まあ、9割という、まあ、女性を発表させていただいて、まあ、関係者にもさせていただいて、ちょっと言いますので、まあ、計画書の一番最初に出てくる社長の姿勢、最近ヤズヤの存在意義について考えます。もしこの世からヤズヤという会社がなくなったら誰が困るのでしょう。私という人間に貴重な人生の一部を残し、安心して仕事をしていただいている従業員の皆さんを困る怒涛に迷わせることはできません。また信頼という意図で結ばれ、お取引をいただいている業者の方にもご迷惑をかけることはできます。これはすごく当たり前のこと。しかし一番大切なことは、お客様がヤズヤがなくなったら困ると言われることではないでしょう。ヤズヤがなくなってもすぐ他の会社から買うから全然困らない。ではヤズヤの存在意義はありません。ではお客様からなくなったら困ると言われる存在意義のある会社を目指すにはどうすればよいのでしょう。これは私の考え方です。これもどういう会でも聞いてください。一つ、ヤズヤにしかない本物の商品を作っていく。すなわち商品を差別化すること。あなたのとこが潰れたらこの商品は他からは買えないというようなとこまで極めていく。店さんのとこやったらお菓子潰れて、あなたのとこがなくなったらこのお菓子がなくなってしまう。だから困るからそこにどいて。2つ、お客様にとって日本一気持ちの良い潰しの販売会社を作る。すなわちサービスを差別化する。あんたの会社はいつ行っても電話かけても気持ちがいいね。ほんとに来た時に、それからもう言われてもちゃんとアフターサービスに来てくれる。あんたみたいなところの会社がないかい。潰れたら困るねん、潰れんといて。要は、商品を差別化し、サービスを差別化することである。要は、そのような気持ちで全員が毎日の仕事に取り組んでいけば、ヤズヤを永久にお客様から潰れないでと言われて、支持され繁栄を続けることができる。それがまた従業員や取引業者の幸せにもつながっていくというものです。だからお客様にとって価値ある会社を作っていけば、お客様に向かって方向を定めていけば、従業員とか保証人の中に迷惑ということはないということです。従業員や取引業者の幸せにもつながっていく。私はお客様に感動を与え、従業員に感動を与え、そしてまた取引業者にも感動を与えられる。では、ヤズヤと取引してよかった。ヤズヤに行ってよかった。そういうことですね。会社経営ですけど。さらにもう一つ申し上げたいことがあります。それは、私の夢です。私は先ほどやったことがあります。私の夢について、詳しくは、間伐の商品企業構想書をご覧ください。私の夢は、西暦2010年、平成2年、私の年齢66歳、1000億の通信販売のヤズヤブルースを作ることです。ヤズヤは今後毎年 130% の成長を順調に続けていくことができれば、それは可能なんです。できないと思えば何もできません。できると思えば夢は実現していくわけです。1000億のグループ売上を達成するためには、今程度の売上の会社を14年間で高々35社作ればよいです。そんな私でも30億の会社を作れたんです。私は経験の中で学んできた通販ノウハウを35人の方に徹底的に教え込めばできるということが私は分かる。これからのヤズヤは人材の質が大切です。自分で商品を探す、自分のセンスで商品パッケージ、チラシ、パンフレットを作り、テスト販売、売れる売れないは実際に売っていなければ分かりません。宣伝が採算すれば、3年で3億円の会社は、もう失わなければ減ってしまう。私一人でいくら頑張っても途中で息切れしてしまいます。各種通販プロジェクトのリーダーの要請をまくれば、あとはスタッフの皆さんと一緒に果敢に挑戦していただきます。全国の皆さんから九州の方に商品が素晴らしい。超価格高いヤズヤグループという通信販売の会社がいろいろあると言われたいのです。従業員全員が誇りを持てる素晴らしい会社を作ってみたいです。どうかこの私を応援してください。そして、精神的にも物質的にも幸せな人生をみんなで一緒に歩んでいきましょうということを社員にアピールしました。で、社員で一緒に、今度は大体100名ぐらい、うちの社員は50名ぐらいですが、銀行から今お取引をいただいている業者の方の方が一人の単位、全部出て100名ぐらいの方に熱く訴えます。こういう方向性で進みますので、業者の方もどうぞご一緒に。
はこれはいろいろ大学を書けばいろいろありますありますけど、私はどういう会で学んだのはお客様大事にやはりお客様の方を向いて、お客様にとってなくてはならない会社、なくてはならない会社を作っていくのが計画書だと、計画書を見ます。そのためには、まあ、いろいろ業種がありますが、まずとりあえず自分のところが売ってる商品、これを買ってくれるのがいるとかねるとか同じありません。うちの場合は人間です。人です。相手は。相手は人だと思う。他の餌の人が買ってくれるのは人間です。だからまずちょっと商品を方向的にはやっぱり差別化していくことにあるんじゃないか。これ今日もナポレさんも言いますけど、これは今うちが大好きです。あの、
商人の差別化です。商人の差別化。これも皆さんも今自分のところで堂々と言いたいと思っているのは、自分のところの心の商人は絶対ある。ところが過去の私みたいに、自分の心の商人はない。私はこの商人を心には絶対起きません。地面に。なぜか。かわいそう。ところが、人様から買った商品は、ここに起きます。その違い。やっぱり、多分この中でも、直接自分で、こう、仕組み作ってる商品があると思う。出来上がった時は、本当に、もう、抱きしめたいぐらいかわいい。それは今度どこか仕入れしてきた商品が並ぶかって、お客さんじゃ分からないんですよ。作った本人がすれば全然こんな違い。その心の商品をやっぱり私たちは作っていく方向でいかないかな。例えば今今日技術用品になっている。しかしそれは、まあ、知らない方しか例えば同じものを持って関係ありません。値段の叩き合いなので、バブルが崩れてから、多分まだ 2% か 3% に下がってるんです。そしてじゃあ仕入れが下がるか、下がってね、これはあまり大きなビジネスにならないんです。そしてそこがやめちゃって、すぐ近くに行けばどこでも売ってる人、これはもう見積もりを取られる環境の中で非常に苦戦をする業種。しかしその中でなかなかよく考えたら、自分とはオリジナル、例えばこういう商品にね、紙を買ってきて裁断をしてですね、そして紙を一緒に届けて、その紙をそこに裁断するのも自分が大きく持ってきて一緒に持っていけばですね、安く入ってくる、ね。まあ、例えばそういうことを一つにとっても、それは一つある程度のオリジナルであるわけです。私は思います。で、突然ビデオが終わりましたが、もうちょっとあるんですけどですね、これは4回に分けて編集をしているものですから、一番いいところだけを取って、で次のスケジュールが混んでますので申し訳ありませんが、来年またこれをやりますので来年ぜひ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、これより安さんから学んだことと題しまして、株式会社リフォーム参考サービス代表取締役宮崎英司様よりお話をお伺いしたいと思います。宮崎社長様、どうぞ前へお越しくださいませ。はい、それでは宮崎社長のプロフィールとですね、簡単にご紹介をさせていただきます。宮崎社長はこのマナー会議ですね、毎年参加いただきまして、現在59歳になります。で、八津信夫社長との出会いは今から約30年前ですね、青雲会というですね、青年の文書を持った異業種の勉強会、青雲会に八津さんが出席されたのが一つの出会いですね。この青雲会は今、飛鳥会という、ね、名称に変わっておりますけども、でちょうどこの時期は八津さんが飯塚から福岡に出てきたばかりの方、ちょうど30歳ぐらいですね。で、この青雲会の世代の会長がこの宮崎社長でございまして、5代目が八津信夫さん、6代目はなんと石川先生、なんかだんだん怪しい会に学ぶ会がだんだん飲み会に変わっていったんじゃないかなというちょっと思っておりますけどですね。で、共に学ぼうということでね、福岡で一番古い異業種の勉強会で今34年目を迎えているんですね。で、この勉強会にこの八津社長夫婦がですね、お二人でいつも出席されて勉強されていたということでございます。で、この宮崎社長もしかしこの勉強会に参加されてましたけども、残念ながら会社が倒産をされました。倒産の意識はですね、後ほどまたお話をいただきたいと思いますけども、倒産されて以降にですね、八津さん夫婦が、ね、必ずあなただったら再建できるからと、やれるよ、必ずあなただったら復活できるよと、いつも一生懸命、ね、励ましてくれた。それがいつも自分の心の中にいつもあるんだということで、いつも感謝しているという形でお話をされていました。再建から16年経って現在はどうなったのか。このリフォーム参考サービスの会社は九州全域にですね、店舗を展開されまして、今38店舗になっております。社員さんは178名、その中で障害者の社員として48名採用され
現在毎年ね売り上げを 10% 以上着実に伸ばしております。で、人でない仕事、人でないとできない仕事ということで、ね、こだわっておりまして、そして着実に業績をね上げ続けられまして、現在特にこう縫い工房というね、縫い子さんを育てる、ね、人材育成のためのそういう会社も作っておりまして、現在59歳でですね、2人の子供さんもですね、会社の中に入って一緒に頑張ってやるということで、また後継者作りが、ね、一つの楽しみだということでございます。それでは今日のテーマはですね、矢津のお子さんから学んだところということですね。業務参考サービスの宮崎社長です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。ちょっとひどいと思います。今まで素晴らしい矢津信夫社長の講演会の後、何を話せと言うんでしょうか。私は吉田社長にですね、先日頼まれまして、宮崎さんちょっと話してくれと言われましたんで、私もその頼まれるとあんまり嫌と言わない方なんで、はい、いいですよと言った後、しまったもう今回だけなんで受けたんやろうかと、その矢津屋さんのこういう会の中で自分ごときが何を話したらいいのかということで非常に悩みました。私はまあ、司会の方も上浦さんからもご紹介いただきましたように、リフォーム参考サービスの、まあ、代表の宮崎と申しますんですが、非常に今日はですね、また講演会、講演をですね、矢津社長の本当に中小企業がどう生き残っていくのか、そういうことをですね、非常に今切々と分かりやすくですね話された後でですね、私はどうすればいいんだと、もう本当にですね、今公開の念に、本当にサインナバれておりますけれども、先ほどまあ、司会の方も言っていただきましたように、私はまあ、一生懸命、やりましたんですけども、途中で倒産をいたしまして、もう本当に皆さんにご迷惑をかけながら、また一生懸命やりながら、まあ、なんとか今のところまでですね、まあ、なんとか登らせていただきました。で、この中で、まあ、非常にいつも、まあ、倒産もした時はですね、はっきり言いまして人間ですね、今まで社長と言われておりまして、倒産をしますとですね、もうゴッと変わるんですよ、評価が。手広くやっておりましたら、やっておりますだけですね、本当に妬みでですね、それとか若いのに頑張ってたなということが大きければ大きいほど、こけた時のですね、しべ返しというのは非常にですね、あるんですね。で、そういうふうに感じるんですよ。人間というのはひがみがありますから、倒産者のひがみがあるんですね。もう本当はそんなことみんななお感じてないのに、なんかちょっとプスッと笑ったら、ポッと見て自分を笑ったんじゃないかみたいなですね、もう本当にそのひがみがありました。ところが、もう矢津さん、信夫社長、それから現龍子社長、会うたんびにですね、もう司会の方から言っていただきましたけど、宮崎さん、あんたやったら絶対復活できるよね、あんたやったら絶対やれるよ。で、だんだん頑張ってきて、ちょっと良くなって、今どうねって言っていただいて、あ、ここなりました、あ、そうやろ、あんた絶対できるもんねって、頑張らなさいよということをね、いつも矢津さん言っていただきました。で、私、まあ、矢津信夫社長とはですね、もう本当に30年から前のですね付き合いをさせていただきまして、まあ、美代子社長ともその時にですねお会いしております。で、30年前の美代子社長ってものすごく綺麗だったんですよ。今ですね、だから私は今が綺麗じゃないって言ってるわけじゃなくて、今以上にものすごく綺麗でした。これでね、働き者、もうこういう嫁さんもらわないかな、ね、もうこういう人が良かったなというぐらいにね、思わせるほどね、本当に美代子社長は一生懸命。で、私もまあ、自分のことは後で話しますけども、もう本当に前々回ですか、佐賀の講演会のビデオを見られた方いらっしゃるかと思います。あ、長崎か、すいません、なんか18銀行さんか、銀行さんのね、で、それを
横社長の今の現社長の話になった途端にね、絶句されました。3分ぐらいね、物が言えないんですよ。涙ボロ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 流して、ね、もうこれだけ売れられたのは、金井がおってからなんだって。ね、もう本当ね、その時のね、感動っていうのは、やっぱこの人はすごかったんやな。すごい男やったんやな。その人に会うことができて、いろんなことを聞くことができた自分っていうのは、本当に幸せもんやったんやなっていうのはですね、本当に感じました。だからそういう私もその時もですね、やはりまあそのビデオを見させていただいた時は、まあもうだん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 と復活をしていった時でした。そうしますとね、まあ、人間ですね、ちょっと皆さん方に一つご忠告を申し上げておきますけど、だんだん良くなってきますとですね、奥さんとちょっと仲がだんだん悪くなるんですよね。なんかその誘惑もあるじゃないですか。なんか行くとこう若い女の子とか普通の、ね、女性がなんかこういいように見てるじゃないですか。それ見るとね、あ、俺もなんとかなとみたいにね、こう勘違いをする時があるんですね。ですけどもね、私なんでこの回にこれだけ毎回、まあ、8回目今回なるわけですけども参加をさせていただいているかというとですね、この会に出た時にですね、夫婦は本当に仲良くせないかんなというネジをですね、ギー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 回してもらえるんですよ。でそれがですね、365日で切れるんですね。ちょこ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 切れるんですよ。で切れた、もう明日切れるなと思う前にここの会がまたあるんですよね。僕は来るんですよ。で、社長のビデオを見ながら、またもう美代子社長と話しながら、前に私 も戻らせていただいてですね、そういう形でですね、またギリ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 巻くんです。そしたらそれが365日で、またこう戻るんですね。また翌年366回ですね、ぐるぐる回してもいただく。まあ、本当にですね、2人の、まあ、愛といいますかね、まあ、いろいろ私裏話しております。社長もですね。で今日ね、黙祷っつってちょっと目つぶりましたらね、この辺に社長来ました。でね、私に言いました。宮崎さん、ね、変なこと言わんだよ。ね、言っていいこと悪いこと知っとるやろ。ね、私に言うんですよ、この辺でガー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 ね。で私にやかましかって。ね、それいろいろあるさって言いましたけど、これは後ほど申しますけどもね、矢戸社長はね、本当に今冗談みたいにして言いましたけど、変な遊び絶対しなかったです。私はしました。だから潰れました。でね、彼はね、まあその下の過失、まあそれは最後わかりませんよ。韓国旅行行った時ね、最後わかりません。だけどもね、しなかったです。でね、一言言いました。母ちゃんに悪いもんってできるもんや仲よってね言われたんですよ。で部屋に帰りました。その後は知りません。どうなったかはね知りませんが、そういうような形でね、矢津社長がね言われました。だからね、やっぱり仕事が良くなっていく、事業が良くなっていくのはやっぱり二人三脚、これが大事なんだなと私は非常に今感じ取りますけども、私は離婚いたしましてですね、今2回目の家内をもらっておりますんですけども、それも反省も込めましてですね、今からちょっと お時間いただいておりますので、まあ八津屋さんからのいろんなこととかですね、そういうものも含めた中でですね、しばらく、まあ、40分ほど、私のことをですねこれから話させていただいて、まあもう本当に今の八津屋さんっていうのはもう400億すごい、それ以上にされている。まあ去年でも私来ましてびっくりしたのは、八津社長が亡くなる前に2006年に書いてる数字がですね400億っていうのをですね書いてあったっていうことを聞いてね、いやーすごいんだな、経営者っていうのはやっぱりそうでないといけないんだなと思いました。でもね、それをね、書いてるのをね、
できたっていうのは入部社長なんですね。だけどもその基盤があった亡くなった八津信夫社長がお父ちゃんが書いてた希望してた計画を絶対守るんだと三岡社長が本当にね腹に決めてねやられた。これはね未だにね僕は二人三脚をね八津社長とこうもうその八津信夫前社長と三岡社長はね未だにね二人で八津が僕は伸ばしてあるやないかなと思います。素晴らしいことだと思います。ですからもう来年も再来年もね、もう私が死ぬまでこの会にはね、まあ、死んだら来れませんのでね仕方がありませんが死ぬまでね私はこの会にはね来らせていただいていろんな勉強をねさせていただきたいと思っています。ちょっと非常にあの八津信夫社長も講演見ましてね、まあ、私ごときは何話すんだということで思っておりますけども、でも先ほど申し上げましたように八津屋さんはこれだけ順調に本当に皆さん今見られてね、なんかもともとから大きくなって頼り見られてるかも分かりませんけど、本当にねその何十年前っていうのはもう本当に小さな会社、ね、もう本にも書いてありましたけども飯塚かどこかでねなんかこうお子さんをね、そこで電話取らなきゃいけない、電話取ったら泣き声聞こえちゃうね、だから仕方ないからお子さんを理解にあげて、ねまあ、今の長女の方だと思いますがカッパエビセンを巻いてね、それをその長女の方が食べてる時にね下で電話をしたみたいにね、そんなねもう本当に苦労があってこそねできてあると思うんですよ。だからその今は稲だけを見るんじゃなくてやはり自分と同じ規模の時に八津屋さんの社長とそれから奥さんがどうされてたのか、それをやっぱり僕らは勉強しまた伸ばしていただくということをですねさせていただいたらいいと思います。ですけども八津屋さんは倒産をしなかったです。だから直前まで行かないそうです。だけどもね偉いのは本当にそれも感心します。その時にですね従業員さんいらっしゃるじゃないですかね、何人もね男性のその男性のね人にね退職金をねその自分のところの土地とかねそういうものを売ってね退職金を作ってね払ったって言われるんですよ。やめてもらうのにね自分のところきつくてねもうちょっとそのまあいろんな形で商売がねちょっとこう傾きかけた時にねやり直そうって言った時にね人のことまで考えてですよ退職金積んでねそんなことね普通の経営者しないですよ。お前たちのために悪かったんだけどお前たちすぐ出ていけっていうのがね一般だと思います。しかしねそれをやられないのが八津屋であり八津屋の原点、それは人のためのようであるけども自分に返ってくるんですよね、回り回って。それが今だと思いますね。ですからその時は何か損じゃないかとかね何のことしされたんだって僕らも聞いた時にねそこまでしなきゃいけないのかって思いました。だけど今分かります、そうだからなったんだなということをね分かります。で私は話戻しますが、倒産もしておりますし、まあ、それからまた復活もしましたし、まあ、離婚もしましたし、まあ、いろんなその他にこう、悪いこともありました。そういうことをですねやはり皆さん方にお話を今日一部させていただいてですね、まあ、実はある会合で私もその、まあ、いろいろ話してくださいということで言われる機会がたくさんありました。やはりこう頼まれるとあんまり嫌と言いませんのでそれまでは一生懸命話してました。しかしある日ちょっと待てよと、お前そんなもうね大したことないのに頼まれたからといって、その人前でどんどんあんなこと話すのはもう大概にせよと、自分自身が自分で嫌になってですねある時、会合で頼まれた時にですね言いました。もう今回私人前で話すことは最後にします、実は自分でね話した後自分に悩むんですよって、話さなきゃよかったって、自分みたいなのが皆さんに偉そうに言うことでなかったかも分かんないっていうことで話さなきゃよかったみたいに思いますから、今回で私の話は最後にさせていただきますのでということで話し始めました。
で、まあ、私の生い立ちから、まあ、いろんなことから、まあ、倒産に追い込まれた話からそれから復活した話からいろんなことをして1時間終わりました。で、今日はありがとうございましたということで、帰られました。で、私はあ、これで終わったなと思ってました。ところがですね、1週間ほどして行政書士の方の集まりの中で話してくれっていう話だったんですけど、私はそういう頭のいい方に何話すんだってことをしたんですけど、まあ、話をしました。で、実は1週間後にですね、あるその中で聞いてあった方のお一人からお手紙をいただきました。で、お手紙を開けまして文面見ましたら、実は私の義理の父が破産宣告を突然いたしました。そして非常に借金もあるし、ちょっと屋さん系からも借りてるし、それから借金もある、いろんなものも取られちゃう、それからその義理のお父さんお母さんの面倒も見なきゃいけない、もう私は逃げようかと思ってました。できたら離婚すれば自分が違うから離婚しようかと思ってました。だけども今日の宮崎社長の話を聞いて、私は立ち向かいます。逃げることは絶対しません。私はできる限りこの借金をまともにかぶって頑張ってみたいと思います。本当に今日はありがとうございました。崖っぷちの私をもう一遍押し出していただいた講演を聞かせていただいて、ありがとうございましたというですね、文面が来たんですね。それ見た時に私思いました。偉そうにしとったねって、自分はこれだけ話した中で誰に役に立ってるか、誰がどう思ってるかって、講演者でもない、何もそれで講演で飯食っていうあるわけじゃない、ただのリフォームの小さなリフォーム会社の社長一人が偉そうに何が役に立つのかどうなのかなんて、そんなこと思わないでいい。自分の思ってることを話して一つでもそれは良かったなと思っていただければいいじゃないかということをですね、まあ、その方から教えていただいて、私はそれからですね、お話があったところはもうお断りせずですね、まあ、なんとか一生懸命やっております。で、いろんな形でですね、私は、非常に話がその辺で長くなりましたんでちょっと申し上げますけども、私は昭和23年生まれで、もともと父が洋服屋の職人をしておりましてですね、で、まあ、そのだんだんとその、まあ、洋服屋を継ぐんだろうという形でしてたんですけども、まあ、非常に父がお酒が好きでですね、知らんでございまして、何て言うんですか、夜暴れるんですね。母と喧嘩したんですね、まあ、喧嘩というかもう酔ってますのでね、もうなんかこうして、まあ本当に変な話ですけど、髪を引っ張り合いしながらね、もう本当修羅場でしたですね。で、そういうことをバーッとやってて、もうこっちも分からんですから、もうなんか一見誰かがもうえらい騒ぎになったもんですから、警察をちょっと呼んでですね、警察官が来たんですね。で、私もう子供ですから何とも死にもうすることありませんので、もう震えながらそこでこう座っておりました。で、警察官が来ました。で、その2人のその、まあ、修羅場を見てですね、警察官の方が一言、あんたら実現修羅場ってこの子は絶対売れるよって、私が保証するって。私ね、思ったんですよ、小さいんですね、僕はね、警察官からね、この子売れるよって言われたら俺売れるんかなって、このままダメな、まあ、その分からなくて、売れるという意味も分からないんですね。で、いろんなその、まあ、国のね、まあ、警察官ってそのことは偉いと僕は思ってましたんでね、その方がね、指さしてね、この子これ売れますよ、絶対売れますよって言うから、まあ、それは警察官はこんなことして売れるからしないとこうですよって言われたつもりなんでしょうけども、私からすれば国家権力からですよ、売れるとその何て言うんですか、証明されたというね、非常に悔しさがね、その時やっぱりこう物心がやっとついてましたんでね、やっぱ思ったんですよね、これはこのままぶれちゃいかんということで、もう本当にね、真面目に言ってました。だからそういう修羅を見てもね、だからね、いまだに僕は酒が飲めないんですよ、実は。お酒飲むとね、なんか
ので、もうそのこのまま行ってもなんか要求は仕方ないんでということで、要求はせずにですね、私その当時洋服の建築、建築技師ですね、設計技師、それに憧れまして、まあ、大学に行くあれはありませんでしたので、福岡工業の建築家に入りましてですね、まあ、そういう設計技師になろうということで入りました。で、入りまして大阪の方に行く前、ですが高校2年の時に父がやっぱりがんに侵されましてね、食事してる時にだんだんこう通らなくなるんですね、こう物が通らない。今だったらやぜの養生、青汁飲んどけって言うときはよかったと思うんですけど、その時はまだなかったですからね、その分からなかったんですが、がんになってまして、やっぱりこうそれがだんだんと私して1年も経たないうちに、まあ、ちょっと開いたんですが、もうそこはもうできないということで、もう手術もできないようになってて、もうそのまま縫ってですね、そういうことになりました。で、父が亡くなりまして、まあ、それはそれで私は関係ないんで、大阪の方に就職に行っておりました。それでですね、あれほど嫌いだった父、あれほど嫌だった家庭がですね、出ますとね、大阪に出て、まあ、寮に入ってたんですが、してますとね、なんか偉くですね、なんかこう、懐かしくなったというか、で、あんだけ嫌だった親父がですね、ものすごくですね、胸に嫌だったかなと思い出したんですね。その名前も、参考洋服店という洋服をやっておりまして、だったんですけども、そういう形でですね、私とのなんかこう、親が非常にやれやなかったか、胸やなかったかなと思って、参考という名を復興せないかんというですね、19歳の男の子がですね、それだけ考えて、もう半年間で辞めて帰ってきたんですね。で、あるところにもう布団担いで修行に行きまして、それから7年間、まあ、母は大反対だったんですけど、まあ、それも押し切ってですね、7年間そこで修行しました。で、まあ、7年間修行しまして、まあ、ここだけの話ですけど、まあ、そこに非常に綺麗な、なんて言いますか、お嬢さん2人いらっしゃいましてですね、ちょうど下のお子さんが私とちょうどその年が良かったもんですから、もうそのまま養子に入らないかというそういう雰囲気もありましてですね、非常に、まあ、ここに入ると財産もあるし、なんも苦労せんでいいし、えらい自分はいいところに来たんかなぐらいのことで思って、ちょっとその気になりかけはあったんですけど、まあ待てよと、自分はその親父の再興で来たんだから、こんなことで養子に入ってしまうわけにはいかんかなということで、そういう養子という話もお断りしてですね、で辞めまして、自分で独立をいたしました。で、独立をします前に給料は月に1万ぐらいしかなくてですね、まあまあ一月に休みが日曜日1回だけっていうのは、まあ、洋服屋っていうのはそういうとこだったんです。修行はですね、まあ、そういうのを乗り越えながらやってきたんですけど、まあ、そこで独立させていただいて自分でやってきますとですね、非常にね、儲かるんですね。オーダーがね、どんどん売れちゃうんですよ。1着が8万、9万、10万というものが、やっぱり10着、15着売れるんですね。で、売ってきて自分で裁断して自分で縫うからですね、あんまり人も使わずにやってました。ところが、だん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 いいもんですから、うちょうでなんですね、良くなってくるとね、人間も私単純なもんで、なんか人からこう言われるんですよ。もうなんか、独立は25歳の時でしたけれども。で、私は25歳で独立し、先ほど申しました、青雲会、八さんのこれ出会いになるんですけど、青雲会に入ったの、青雲会を立ち上げたのがですね、26歳の翌年の時でした。で、27年、1年ぐらいして八津さんが入られました。うちの青雲会ですね。で、その時に、長所8とですね、やっぱり経営のことで、どん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 一生懸命、まあ、今日来てある菅野さん、ハートプラの菅野さんも、やはり会員さんで、まあ、未だに20日会ということでやってあるんですが、その方たちと一生懸命ですね、やってました。で、一生懸命やってたんですけど、もう八津屋さんもその当時ね、そんなに大きくない、また飯塚から云々で6000万まで減って、それをまた立ち上げられるっていう、そういう、まあ、そのもうちょっと前の時期でしたですよね。まあ、一緒にね、なんていうんですか、能古島のね、ランドにね、一緒に遊びに行ってね、いろんなしてましたよ。お子さんも来られたとか、うちの子供も来てました。そういうことでね、だん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 
私も頑張っていろいろしてたんですけど、矢田屋さんはきちっとやってやったんですけど、うちはね本当に悪かったのは、いろんなところの出店をですね、大栄さんとかいろんなところに自分の器以上のところにどんどん出していったもんですから、そういうことでだんだんとですね、やはり売り上げもない、人件費も払えないというところにですね、追い詰められていったわけですね。でその時に銀行さんと二子さん、福岡信用金庫さんというところと、それから前の、西日本総合銀行さんとだけお付き合いをいただいてたんですけども、ちょっとお借りしたいと言った時にちょっと歪みを言われたんですね。ちょっと返済が起こったってですね、もう貸せないよ、いかんよと、あんたね、やっぱり銀行さんもひどいですよ、いい時はね、非常にいい言葉がありますけど、悪くなってくるとね、言葉つき変わりますもんね。ダメよ、なんでっていうことになるんですよ。で、そういうことでですね、言われたもんですから、私もそのカッときましてですね、じゃあもう銀行は借りんばいっていうふうにね、もう単純だから思って、でですね、しかし明日の支払いはありますから、どうしたかなと思うとですね、もう本当にその時に矢田さんにもうちょっと相談してから、こんなことはなかったと思うんですが、電柱にですね、手形1枚すぐ借りますと、貸しますというのがあったんですよね。手形1枚ですぐ借りれるやなと思って手形は持ってきました。そしたらね、100万までいいですよって、もういるのは50万しかなかったんで、って言い方だったんですけど、100万すぐ貸しますよって、お宅の信用ならと言われた。あ、本当ありがとうございますって僕は借りました。で、ちょっとその時利息を聞きました。いくらですか。安いそう、うちはって。あ、そうです。年利 60% です。もう1年間で100万で60万でいいんですよ、利息は。で、その時、ああ、安いですね。安いです。そんなんですか。そんなんで数貸していただけるんですか、ぐらいにね。もう頭狂ってるんですね。で、それを一回借りたところが、それがもう、その、要するに、もともとが100万がない人がですよ。で、100万使ってしまうじゃないですか。で、60万っていうのは、まあ、年利60ですから、まあ、要するに、その、月にしたら、その5万ずつの利息を持っていかないかんわけですけど、利息だけでですね。それは持っていくからないからですね。で、期日も来ますね。で、期日も来るとそれ返さなきゃいけませんので、何やったかというと、まあ、借りて返す、借りて返す。もういろんなところから借りまくってですね、やっと気がついたら5000万になってたんですよ。で、5000万になっててですね、びっくりしたんですけど、利息はいくらかなって考えましたね。もうなんかね、ゾッとしましたね。利息ですね、年間3000万なんですね。利息だけで250万なんですよ、一月。こんなことできるわけないと言って、まあ、あとその北海道に、まあ、義理の兄が北海道で社長やってまして、まあ、おとり刀で駆けつけてくれて、見てくれましたらですね、まあ、それで250万ということは無理だよと、もう倒産だよということで言われました。ああ、そうなんだ。自分も、それまではね、その、切ってね、倒産するなんかはね、その全く、思ってないんですよね。それまでは。だけども現実的にはしなきゃいけないってしました。それでした時に、やっぱちょっと矢産経からもたくさん借りてましたから、バーッとですね、やっぱり、ね、倒産というのはね、恐ろしいですよね。いろんなね、本当に体も悪くします。もうね、決してされない方がいいと思います、ね。される時は相談してみてください。いい倒産の仕方を知っておきますんでね。でね、その時にね、面白い話なんですけども、まあ、非常にね、家におりましたらね、なんかね、怖いもんですからね、まあ、震えてるんですね。そしたらね、なんかね、雨の日、風の日だったんですけどね、なんか表でね、こう、なんていうんですか、シャッター閉めてたら、カン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 飛ばすんですね。で、こっちはね、わあ、矢さん来たわと、どうしようかと、もう、どうしようかと、ブルー震えながら、ちょっと窓を開けてみたらですね、何のことはね、物干しがですね、風に揺られてカン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 鳴っとるということもですね、非常にそういうことにも聞こえるぐらいに、もう気持ちがですね、高ぶってました。で、私は、そういう、まあ、弁護士さんとも行きました。で、どうしましょうかってなった時、弁護士さんが言われたのは、もう自己破産しなさいと。ね、もうこれ5000万あったらね、もうあったどっちにしてもダメよと。だから自己破産して一遍チャラになれば、再スタートすればいいじゃないか。ということで言われると、あ、そうかなと思って、ちょっと聞いたんで、いや、私はチャラでいいんですけど、
私あの保証人さんも全部つけてるんですけど、この保証人さんたちはどうなるんですかっていうことを聞いたらですね、そりゃ宮崎さんの保証人さんのとこ行くよって、ね、保証人さんから届くさって、ね、だからその人ももし払えんかったら破産宣告するか払うかしかないとよって言われたんですよ。私ね、それ聞いてね、いやこれはね宮崎さんね、申し訳ないけど僕は破産宣告はできんよと、そんな未遂にできるもんかいということで、じゃあどうすんねって言うから、じゃあ僕はね、その時ね、20件ぐらいね、債権者ありました。一件一件回ったんです、20件。で、5年間で返せる債権計画を立てたんです。で、あの弁護士さんもですね、5000万になってたんですけど、過払い請求とかいろいろあってですね、3000万まで返せばいいというゾーンまで落ちたんですね、実際的に。じゃあ3000万をどう返していくのかということになったんで、3000万ならなんとか社会でやれば、寝ずに働けばできるんじゃないかってことを思ってましたんで、私はですね、一軒一軒回っていきました。屋さんもおりまして、ね、いろんなところもあるんですけど、でも、そういった時にですね、向こうは何感じるかというと、破産宣告されたらもう取れないんですよ、向こうも、1円も。だから、この若い男がごまかすかも分かんないけど、来て、それをひょっとして5万でも10万でも返してくれればいいなと思ったんでしょう。やってみなさいと、いいのということでね、その代わり分かっとるねと、一日でもこうやったらちょっとしどいよという脅しはかけられたんですけど、私はそれよりか、もうそういう人たちに、そうあのなんて言いますか、あんたこうやったらあんたは逃げとるけん、あれ保証人さんとこ行くけんねということを言われてましたから、これは保証人さんにご迷惑かけられんということで、保証人さんに迷惑かけないためには絶対払わないかということでですね、まあ朝は昼まで友達のところに勤め、昼から自分の仕事をし、夜は縫いということでですね、毎日7時から12時半までずっとですね働いてずっとしました。でお金稼いで毎月持っていきました。ただですね、皆さん思うと思います、そんなね朝から晩まで働いてくたびれてね、もうくたびれ上がってね、そんなこと続くのじゃないよと思われるかわかりませんが、どんどん減るんですよね、返済金が。で、はい、持ってきました。じゃあ次いくらですか。じゃあ減りました、減りました、減りましたがね、ずっと減るんです。それね、喜びになってくるんですよ、自分の。で、自分が思うのは、これができたら俺は再起ができるんじゃないか、思うんです。で、そのね、一番苦しい時に矢津さんとこ行くわけですよ。ね、ちょっと顔見に行くんですよ。で、矢津さんがね、言ってくれる。苦しかろうがってね、頑張ってりゃね、いいよって。あんたやったら絶対ね、復活するよ。奥さんも言ってくれます。宮崎さん、キスカロバって頑張ってね。ね。もうその時のね、一言はね、普通ね、そういう人たちが行くとね、またね、金借りに来たんやないかとかね、なんか自分に被害をね、及ぼすんやないかと思ってね、電話しても、ね、いや、おらんって言うといてくれとかね、それが大半ですよ。ね。だけどもね、矢田さんのところはね、そうじゃなかった。ね、来たらね、わざわざ僕はなんか届けた、あの屋さんのところからもね、ご注文いただきましたんでね、それもね、いろいろリフォームのご注文いただきました、そう届けます。だからわざわざ開けていただいて、お茶出していただいて、で屋さんが来るんですよ。頑張ってね。で、あんた絶対って、こういうことせんね、こういうことせんね、ということで、ね、言ってくれる。そういうことをね、いろいろやっていきながら、最終的には5年でね、返せました。そして、返せて、あと、まあ、友達のところに2年間お礼奉公した中で、それを卒業させていただいて、再スタート。その時に、一番最初にですね、うちが今、なぜ48名の障害者の方が雇用できたかというと、最初に来ていただいた方がですね、ろう者の方だったんです。徳永さんと言います。で、この方がね、私は最初はね、その人が来た時にね、長官さんから紹介で来た時にね、ああ、うちはね、老婆者の方しか来てくれんのやなと、ね、普通の人が来てくれんのやなと、早く普通の人がやってるような会社になりたいなというふうに僕は思ってた。ところがね、大間違い。この老婆者の方が素晴らしいんですよ。僕がくじけそうになったら、手話で、社長、ね、二人で頑張ろうやないかって。ね、うちはだんだんとね、もう手話ですよ。絶対良くなるから、僕は今日寝ないで、ね、寝ることやめて頑張るから、ね、社長は寝てください、ね、僕は寝ないで頑張るから、
いいってね、いろんなことで励ましてくれてね、やってくれたんです。そのおかげでね、うちは一つのものをチャンスをつかむことができたんです。それからトン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 とおかげさまで行きました。でその時に僕が感じたのは、まあ、本当にそのろう者の方とかそういう方からお世話になった、その人のおかげでね、うちが良くなってきた。そしたら今度はね、良くなってきたら何しなきゃいけないかと、今度は返そうじゃないかね。やはり障害者の人がね、でまたね、障害者の人はね、私どもは用具技術ですから、ろう者の方っていうのはうまいんですよ、技術が。で黙って仕事するんです。余計なこと今、まあ、言えませんからね。黙って一生懸命やってる。でね、もう少ない給料でもね、喜んでくれるんですよ。もう高田うちだからね、あんまりね、以前だから高い給料出せません。もう本当にまずい給料。だけどそういう給料袋を渡した時にね、ちゃんとありがとうってね、言ってくるんです。あなたの方にありがとうと言いたいのにね、言ってくれる。その人が1名入り、2名入り、3名入りしながら48名、今ですね、今178名の社員の中で48名。それで今私どもが挑戦しているのは、知的障害の方にですね、挑戦をしています。知的障害の方っていうのは、なんていうんですか、あれができません。まあ、まともな話ができないし、すぐなんかこう、なんていうんですか、気力っていうか集中力がありませんから、突然ヒャッって言ったりね、部屋の中をぐるぐる回ったりするんですよ。普通の会社っていうのはね、本当にそれはね、嫌がられます、はっきり言えばね。だからそれを知ってるから、お母さん、お父さんとね、3人で来られるんですよ、そこにね。しかしね、その時にね、その子はね、キャッキャッキャ言うんです。面接だから、お父さんお母さん方からしたらね、本当にうちに雇い入れてほしいはずですから、なんとかね、その時間だけでもね、本当にね、きちんとしてもらいたいんです。でそれはね、聞かない、キャッキャッキャッキャいいです。でその時のね、お父さんお母さん方の目、もうね、皆さんね、親の目ですよね。本当に可愛い可愛いこの子をね、なんとか職につけてやりたい、しかしキャッキャッキャッキャ言ってるこの社長なんて思ってるんだろうっていうふうにね、思うんですね。で僕はその時言うんです、お父さんお母さんって、もしこの人があなたのとこ以外で生まれてたら、ひょっとしたら殺されてたかもわからんですね。ね、お父さんお母さんがあなただ、あなたとあなただから、この子はここまで育ったんですよ。だから少々のことはいいじゃないですか。ね、いいじゃないですか。私と共でも育てていきましょう。ということでね、その子入れたんです。で入れたらね、何にもできないんです。無心に座らせてもできないんです。ね、どうしようもないんです。社長、やめさせましょうよ、あんなうちとのあれがない、ね、福祉団体じゃないじゃないですかって。会社でしょ。みんな一生懸命給料もらってるのに、何もしないで給料やるんですかって。おかしいでしょという社員がね、一人来ました。で私その社員に言いました。じゃあ聞くよ。あんたの子供が、あんたのお父さんお母さん、あなたの兄弟が同じやったら、あんた私にすげえ言いに来れるとね、違うが、なんとかしてくださいって言いに来るやないとねって言ったら、黙ってね、また戻りました。で私もね、今さっき言うように福祉団体でもあんまありません。そんなに儲かってる企業でもありません。何を、じゃあどうしようかと思った時に、そのことをずっと話をしたんですよ。あんた何が好きね、ね、何ができるとねって言ったら、ずっと言いました。これができる、あれができる。その一つの中に、パソコンゲームができる、パソコンができるって言ったんですよ。あ、そうね、パソコンできるね。そしたらね、その時パッと脳裏にひらめいたのは、うちはおかげさまで今38店舗九州にあるんですけども、その会員さんも12万人入っていただいてますね。で毎月何千人ですね、お客さんが1万人来られて、その中の1000名がですね、新たなお客様なんですね。そうしましたら、うちは全部会員にしてなっていただきますから、会員の名簿があるわけですね。それを打ち込む作業が絶対いるんですよ。
で、その子に、じゃ会員登録の打ち込む作業があるから、こうこうこうでこうできるねって言ったら、入ってやってみますということで、その紙渡したんです。じゃあ上から順番に20人あるからやってみてって言ったらですね、うちで一番早いんですよ。すごいですよ、手の動き。ですね、ああいう風な人っていうのは山下清さん見てて分かるでしょ。一つの秀でたところがですね、凡人じゃないんですよ。ものすごいんです、スピードが。それと漢字をね、覚えてるんです。全く分からないような漢字も読めるんですよ。漢字が読めて、そしてパソコン入力が早かったらですね、うち生きるんですよ、その子は。で、明くる日からそこに座らせて、私の息子が実は一番早いんです、パソコン入力は。で、息子を読んで両方横に座らせて、2台ありますから、用意どんでやらしてみました。息子が勝てないんですよね。そんなことが分かったんです。ですから、それからですね、私はそういう知的障害のこともずっと見ます。で、何か一つないか、何か一つないかということで、うちは見つけていくんです、そういうこと。そしてそういう、これはね、何も知的障害の子だけにあることではないと思います。今皆さん方の中にいらっしゃる従業員も同じだと思うんですよ。この部分ではダメでも、この部分ではいいんじゃないかということがたくさんあると思うんです。だから諦めちゃいけないということをね、私はね、実感としてね、思ったんですね。で、話が今日が35分までですので、いろいろ寿の倒産した話とか、いろいろいい面白い話はあるんですけども、それを端折って言いますと、順調に行ってたんですけど、寿屋が潰れましてですね、その当時20何店舗か入ってたんですけども、その中の 16店舗が寿屋さんで、突然ドーンと閉まってですね、で1500万預けてたものも帰らないという、本当窮地に追い込まれたんですけど、その時ですね、今日帰らさん見えてますけど、2、3時前に介護をやった時に、うちの息子はそれを気にして、なんかこう、ハゲができたらしいんですけど、私が行った時にニコニコ笑ってるんで、なんでだっていうに、今、非常にその時に不思議に思ったらしいんですけど、いっぺん倒産しますとですね、そんなもし波が来てもですね、本当にこう、やっぱり準備もできてますね、心の中で。それと、対策も早いですね。で、やれるという自信がありますから、それを本当にやりました。そういう話もですね、時間もないのでいたしませんけれども、今日最後に皆さん方に一つ、本当にこういう席上で言うのははばかれることなんですけど、私がなぜそういうふうな障害者の方たちに本当にそういう気持ちでこう迎える、こう会うことができて、そういうことを話すことができるようになったかといいますと、私知ってある方もね、講演の時に時たま話しますのであるかと思いますが、いろいろ苦労している時に、借金返済の時ですね、苦労している時にですね、うまくいかない、もうそれこそ倒産とかその時だったと思いますが、商売に一生懸命なりすぎましてね、もう子供をほったらかしておりました。で、子供が3人で、7歳、5歳、4歳でしたけども、3人で手をつないで遊びに行っております。で、私はね、それは当然だと思ってました。仕事あっての家庭だから、それは当然なんだ、ね、子供だけではその当然なんだと思ってました。ところがね、本当にね、いけないのがね、その上の子がね、3人で川のほとりでキャッチボール、ナオミと言いますけれども、キャッチボールしてまして、そのボールがなんか投げ方が悪くて、川にポンっていっちゃった。で、川は何ていうんですか、最初の方はこうスーッとなってるんですけど、そこは悪いことに、市役所か県か知りませんけど、砂をね、ずっと掘り下げていって、そこから持って行ってたんですね。ですからこうなってゾワーンとなってるわけですよ。それ知らないもんだから、娘がスーッてでゾワーンとなってしまって、もうその沈みかけてるのを下の子供が2人見てて、もうそれこそ4歳と5歳ですから、姉ちゃんが溺れたということで来たんですけども、私も急遽私のやってるところから帰ってきたんですけども、もうそういうことを信用しないわけですね。そんな溺れたなんてないだろう、いろんなことを探してもいません。で、なんか溺れたって言ってたねということで、もうそれこそ川の方にですね、持って行ってですね、レスキュー隊の方と、そういうことで縄を張ってですね、もうずっと行ってましたら、その上の子のあれがですね、私の家内の
親戚の子にガーッとやっぱり足に当たりましてですね、開けた時はもう真っ青になってました、ね、おそらく2時間使ってますから助かることは絶対ないですね。だけども何とかしようと思ってレスキュー隊の方もしていただいたし、私も一緒に乗っていきました。でね、安置所に子供が寝てるんですね。でその時僕は思いましたよ、もうこの子が生き返るんだったら少々頭が悪くてどんな被害になってても自分はこの子一生面倒見たい、ね、思いました。その時、ね、でその時思った子がですよ、ね、知的障害のその子なんですよ、私からしたら。だから他人の子じゃないんです、自分の子なんですよ。そういう目で見ちゃうんですよ、障害者の方も全部ね。だからね、私はねその時にね娘に教えられました。でもう一つ娘から本当に教えられたのは、娘が死ぬ前の日、私は娘と言いました。その時は何も感じませんでした。もう商売うまくいかんな、どうやこうやな、家庭も面白くないな、なんかいいことないかなと思ってました。だけど娘が亡くなったその日から娘さえ言ってくれれば幸せやなと、あれが幸せやったやなと、最高の幸せが娘の亡くなる前の日やったんやなというのが気づかされたんですよ。じゃあ私は何が言いたいかというと、今の皆さんがいらっしゃる今がものすごく幸せなはずなんです。それを感謝と見るかどう見るか、それによってですね違ってくるんです。で娘は本当に7歳で亡くなって今何十年もね生きたかったと思うその気持ち、それをね私に身をもって教えてくれたんですよ。お父さん、人間はいつ死ぬかわからんのよって、だから今なのよって、今を大切にしないとダメなのよって、それとあなただけじゃないのよって、人の幸せのために頑張んなきゃいけないのよって、だから今私は思います。おかげさまで今一生懸命やりながらなんとか皆さんのお力をいただいてなんとか生活できるようになりました。しかし利益出たらその少しがですね何かの世の中のためになるように私は使っていきたい。それはなぜ、何が私がそれができるかというと、うちは店舗を広げ、人の雇用を広げ、障害者の方を雇い、また母子家庭の方を雇い、今まで行き先がなかった、どこにも勤めることができなかった人たちを雇用していく。私の商売はリフォームですから、必ず人の手を通らないとできない商売なんですよ。仕入れて売る商売じゃありませんから、必ず売上が今4億5000万5億ですけど、これが50億になったら今の10倍は人がいるんです、はっきり言ってですね。そこに雇用が生まれるんですよね。そしたらそれをうちの方できちっとして雇って、その中には障害者の方もいい、また、そういうふうな高齢者の方もいい、また普通の方もいいという、そういう会社をですねこれから私も作っていきたいと思います。だけどもその大きな夫婦の絆という原点もですね、本当に私に力強く見せていただいたのはですね、八頭坊社長、また美代子社長、このお二人のですね姿が、私がくじけよう、くじけるぞと言った時にね、宮崎さん頑張れよ、でね、これはね最後の言葉でした。信夫社長がね、私にね、僕はねこれ絶対やりたいと思います。最後にね何言ったかと思いますとね、言いますとね、信夫社長が僕に言ってくれました。宮崎さん、これからのね宅配の時代なんよ、だからあなたのとこ店一回出すかもわからんけどね、これからね店も大事、しかしね宅配でねワンボックスカーにね宅配ね、リフォーム宅配便、リフォーム出前人と書いてね、いろんな会社を回らんねんって、ね、これ絶対当たるよって言っていただきました。これはね今はねはっきり言ってねなかなかそれができてません。しかし必ず1年後2年後にはその大舞台を作ってですね、八頭さんが言ってくれたそういうもので、八頭さんこんなになったよ、八頭さんが言ってくれたようなものが本当に身を結ぶことができたよ、八頭さんありがとうねということで、私はね2年後3年後のこの回で私はもう一度皆さんに発表をねさせていただきたいというふうに思ってます。本当にね今日も、ね、先ほど冒頭申し上げましたけども、
360回転。夫婦は仲良くせないかんよというのは今日今ネジを巻いてもらいました。これは1日ずつこう連れていきまして、次の来年の8月27日にはあと 1本しか登らないようになって会社と喧嘩をするかも分かりませんが、その時にはまた来ます。ここにただまた365回転回していただきます。矢津信夫社長のビデオを見、また美代子社長の顔を見てありがたいと思いながら、もう1年頑張ろう、もう1年頑張ろうとしてましたら、そのうち私も亡くなりますので、まあ、そのままいけるというふうに思っております。今日は本当に皆さんの本当にこれだけたくさんの本当に力もあり、また、見識もある方の前で、もう本当に私が横着にですね、どうのこうのというような話すのは本当気が引けておりましたんですけども、矢津信夫社長、美代子社長から受けた恩をですね、忘れないようにしなさいよということで、今日はこういう壇上に登らせていただいて、まあ、小一時間話させていただいたと思います。まあ、もしこの他にもいろいろ負の方のエピソードはたくさん持っておりますので、離婚、再婚、いろんな話も全部知っておりますので、そういうご相談にもですね、この今日集まった方には無料でお金取りません、コーヒー出します。そういうことで、私やりたいと思いますので、できましたらですね、今後とも長いお付き合い、また最後に、私ども市内に22店舗ほどリフォーム参考サービスという店を出しております。その中で非常にみんな一生懸命働いておりますので、もしズボンがちょっと緩くなったとか、ちょっと食べ過ぎてきつくなったとか、いろいろありましたらですね、もしお名前を覚えてございましたら、リフォーム参考サービスにお出しいただきますようにですね、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。人生設計をいつもしてました。
で88年で亡くなるって時には、私愛するお前が外を握ってくれて、その周りに社員たちみんながいて、社長行かないでっていう時にお先に失礼っつって亡くなるのが僕の夢って、まあそれが55年亡くなるんですけどね。で私まあ本当今でもちょっと日生は恨んでるんですけどね、本当にいろんな会った時にですね、検査半年前にしても何もなくてお元気ですねって言われてて、いろんなありましたね。で亡くなる何日か前に亡くなると全然思ってなくてですね、主人とあなたなんて病気早く治してって、私一人のもしあなたが亡くなっても私社長できないわって言った時に、まあ、ごめんなさいねって言ったら、主人がお前ね、お前なら社長できるよ、なんで社長がだからって全部できることじゃないよ、お前がさ宮崎さんじゃないけど得意なもの、お前が一番、お前が何も全部できるというのは間違ってる、お前は自分より優れた人、もしプロできなかったらプロ雇えばいいじゃないかって、何でもできるって考えが間違ってる、お前のその感性とお前が社員たちを愛する気持ちは誰にも負けてないんだろうと、負けてないんだ、だったらそれだけでいいじゃないかって、それが大事、社長っていうのは自分の優れた人たちをいかにスターの中な、舞台の中に乗せるか、社員たちを乗せるかだから、主役は社員なんだよって、舞台はお前は演出家なんだって、舞台の上は社員なんだって、それをできるかできないかがこれの社長の器なんだ、社長の器って何なんだって、病気の中に言ってくれたんですね。社長の器ってことは素直なことなんだ、いいことは素直に学べって、いつでも学べって、この学ぶってことが大事なんだって、そしていつも卑しくないこと、お金も卑しく使うなって、この卑しくないってことは人生観があるんだよって、お前の人生観っていうのはどうなんだ、まず素直であること、卑しくなく使うこと、そして社員と夢を語れって、これが社長の器だと僕は思うって、君ならできるよ、僕は安心してあの世に生きるよ、そして僕は最高に幸せだったし、さっき言ったように僕は悪いこともしてないよってその時話してくれたんですね。でも私は行かないでって、あなたが言ったら私はどうなるのって、これは本当の本音です。今ヤズヤはその時にいろいろ考えをちょっと別にしてですね、今じゃあ私が本音で言うと最高の幸せかなって、ある程度夢は全部先代が描いた夢は全部達成して、そして今自分の人生の中でやってますけど、そうかな、私たち二人はおしどり経営でスタートして、同友会に行った時よく言われました、やつさんって、いつでも中にはね、中には勉強会も一緒でね、やりにくくないかって、経理やってたら長洲飲みに行ったらみんなバレるぞって、だから、ね、あまり女房が立派なのは良くないねっていうこともいらしたけど、主人は違うんです、僕たち、僕は企業パートナーとして選んだって、会社で、家では可愛い女房であれって、でも会社ではパートナーだから、だから同じ価値観を持って同じ方向で行こうよって、だから一緒に学んでほしいって、僕が行くとこ全部連れて行きたい、人が何と言うと僕と二人で一人前だから、二人でやぜっていうものをやっていこうって、これが僕の夢だよ、おしどり経営が僕の夢だよ、君をパートナーとして選んでるんだから堂々とやっていこうよってよく言ってくれました。そのおかげで全国大会も全部行きましたし、夫婦でいつも行って、そういうの影響して時計屋さんたちもね、みんなのジムも行くようになったんですね。そういう部分の中で主人から教えてもらいました。で、亡くなる3年前に同友会の代表理事やるときに、僕がこれからまあ、いろんな部分の社会的な部分のお役に立ちたいんで、現場は売上と利益をお前の責任とするって、お前ならできるって、すごい優しい言葉のようだけど非常に厳しい大変だったです。売上を下げた時もちゃんと言いました、いい勉強してるなって、一切口出さなかったです。でも相談は乗ってくれました。その時にいい勉強してるな、売上だけがブランドじゃないよって、中にいる社員たちが生き生きと仕事をするのもブランドなんだ、そしてお客様に一言ありがとうございますって言われるのもブランドなんだ、だから君は内部の中のしっかり
頑張ってほしいって、僕は外部の中の役立ちの中で生きていきたいかなってことでですね、まあ、主人との約束があったわけですね、まあ、その 3年のおかげで今やっていけるんです。そして本当に私は本当前も1回何回も話しますけど、当然先代みたいな器はないんで、誰か辞めるだろうって、会社の中辞める人が出てくるだろうって思ってました。でも誰も辞めなかったです。そして先代の夢を一緒に描いてくれるってことでですね、同じ方向ベクトルで同じ価値観を持ったんですね。だからやずやの売買でいけたんだと思います。その時思ったら、私が至らないから、だからこそ社員が私を支えてくれたんです。社長だからこうあらねばならないってことはないと思います。ただ私は先代の夢だけを実現したいって、その時に思ったのは3つ覚悟したんですね。まず、構図がですね、先代と本当5年かけて作って、中国大変でした。5年かけてやっと成立して商品作って半年でなくなるんですね。だからこの構図を絶対オンリーワン日本一にしてあげたいって、それと2004年に100億にしたいって夢があったので、さっき言ったグループ会社ですね、さっき言った30億ぐらいの会社を何個か作っていきたい。社員だったら5億だったら頑張れる社員、1億だったら頑張れる社員、30億だったら頑張れる社員、いろいろいるから、そういうものも夢も描きながら一緒にやっていきたいということで、今私どもは8つの会社があって、そのうち4つが代表が全部社員たちなんですね。そういう形で今やっております。それと私は先代は本当同友会のおかげで私も学ばせていただきました。主人と一緒に学べる幸せを本当に自分は一番感じている女性ではないかなと思ってます。そしてこの先代から学んだこと、一番学び方がすごく、学び方を学べっつって、時間がないんでお話してませんけど、一番私にとってその人生観、ここが大事だ。さっき言って卑しく使うなんて、お金は卑しく使うんじゃないよって、夢描けって、素直であれって、社長の器の中で自分の人生って何だろうって。ちょうど先代が亡くなった時50歳、今59歳です。私も23年までですから、その時にやっぱり88腰行きました。もう耐えられなくて、一人お墓参りとかね、今でも命日は必ず行ってますし、毎日毎週行ってます。今は月命日を毎月行ってますけどね、主人と語るんですけど、先代は何を私に言ったのかなって思った時に、私の役目は何かなってした時にですね、やはり私には息子がおります。娘たちがいた時に、高校の時からいろんな話した時に、後を継ぎたいって気持ちももう分かってましたので、私は先代のその文化、やつやを作ったいろんな文化をきちんと次に伝える、これが役目だと思ってるんですね。それと、息子をきちんとした経営者に育てていく、この役目とことをきちんと決めたんです。3つの中の最後に。だから、いろんなところが取材とか本当に講演とか、テレビ局も1時間番組作ります、30分作らせてくださいとか、つい最近も社長 のテレビ日テレさんがやりたいと言ってきたんですけど、一切今は出ないんですね。もちろん会長になったらちょっと講演とかするかもわからないけど、社長の間の時大事なのはやっぱり先代の文化をきちっと次にバトンタッチすることが私にとっての一番だった時に、先代の文化が生き、そしてそれが息子に伝わっていくっていうのはね、仕事なんで、私がもし表面に出てしまったら、先代の文化ももしかしたら小さくなるかもわからないし、息子もやりにくくなるかもわからない。だから私はたまたまその人生観の中で何を喜びとするかって決めた時に、社員と一緒に夢を語ることと、それと次の後継者をきちんと先端の文化を正しく伝えて、そしてそれに自分の文化を入れながら作っていくってことを大切にしようって決めたのが今なんですね。でもそういう部分の中でまだまだ私自身も未熟で、まだ毎日のように悩んでおります。でもやはり先代がただの主婦の私をここまで教えてくれた、学ばせてくれたってことに感謝し、この学びを今度は、社員たち、それから、子どもたち、次の社長たちにバトンタッチしていくのが宮崎さんでないけど私の役目かなと思ってます。59なので60になったらそろそろリタイア、本体はリタイアしたいなと思ってますけど、あと 1,2 年で会長になった時にはまた社会の中でまた、私のできる限りをですね、いろんな方たちの中で応援していきたいなって思っております。今回はそういう主人の仲間がこういう形で忍ぶ会、忍ぶ会が私はきついって、やっぱ
ずっとありますから、きついって言ったら学ぶ会に変えてくれましたから、今は学ぶ会で、まあ、こういう形の中で皆さんが少しでもそれぐらいのことで役に立つなら、こんな嬉しいことはありません。でもこれをやってくださる実行委員の方、いつも本当にありがとうございます。じゃあどうも失礼いたします。宮崎社長のお話、また泉代子社長のお話からさまざまな気づきがあったのではないかと思います。それでは第1部はこれで終了させていただきます。7時10分より第2部を開催いたしますので、恐れ入りますが一度お席をお立ちいただきまして、本の方に移して移動をお願いいたします。協力するようになりまして、今日お店屋さんの福田のけんちゃんが障害者問題もあの人は公約ですよね。もう全国で名前が知れている企業丸の福田の、健介さんです。まあ、先ほど の宮崎さんの続きの話はこのぐらいにしておきますけども、どうですか皆さん、ヤズのお坊さんに学ぶ会、2月28日のヤズ屋の日、いいじゃないですか。やっぱりですね、喜怒哀楽の世界からは私たちは逃げ切れないわけなんですが、やっぱりこういうふうにして涙あり感動あり、そして矢さんが言ってた、ね、感動を残すは最上というふうな言葉なんかも思い出しながらですね、つらつら私たちは勉強していき、そして私たちの世話委員会では何を話しているかといいますと、ただ飲んだけなんですね。集まってどういうふうにしようかということをやっています。まあ一つこれからまた大いに盛り上がっていきたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いします。それでは本日ご出席いただきました NASA の代表いたしまして、福岡県中小企業家同友会代表理事でいらっしゃる株式会社 MTC 通信代表取締役岩本博様よりお言葉を頂戴したいと存じます。岩本様、よろしくお願いいたします。商品を持っています。これがですね、一つのうちの会社のベースにもなっています。
非常にありがとうございます、ビールで乾杯というのが、もっともっと早くしないとしようと皆さん目で訴えていらっしゃいますので、そっちの方に行きたいと思います。皆様、お寄せいますが、乾杯のお話となりますので、ご起立くださいますよう、協力お願いいたします。はい、それではですね、やずの方、に学ぶということをですね、今日はみんなの、中で、多分、皆さんは戻って、みんなの周りに、しっかりですね、身内されるんじゃないかと、これを楽しみにですね、そして、皆さんのですね、会社の、ますますの発展とですね、非常にありがとうございます。夏バテがしないようにですね、大いに、頑張って、今日のですね、会を盛り上げたと思って、乾杯をしたいと思います。それでは、乾杯！一番実践しているのはやっぱり八津美代子社長ですね。本当にそういう意味ではね、
んが88まで生きるということで、2032年までの計画があるんですよね。2032年だったらどうなってるかなと思ってます、ね、ちょっと心配してるわけなんですけど、今日のビデオの続きを楽しみに来年またたくさんやっていただきたい。よろしくお願いします。ヤズさんはですね、本当に酒を飲むと楽しいし、少しエッチな話が出てくるし、そしてものすごく何でも自分の持ってることを全てこう与える人やったんです。だから私も与える人になりたいなと思っております。今後ともよろしくお願いします。マラブ会会計担当の今村でございます。昨年よりまあ、10年ほどですけど、たくさんのお客様に入っていただきまして、もう本当に、ほっとしておりました。本日は本当にご参加いただきましてありがとうございました。宮社長ありがとうございました。宮社長がご紹介できましたように、私はいつもニコニコ元気で明るい家庭を築くためにパートナー募集中でございます。身長175センチとか年収はいくらとかいろいろと理想を掲げていましたけども、宮社長の話をお聞きしましてすっごく反省しました。これ優しい人だけに決めたいと思います。さっき宮社長が言われたらこの感じを人は避けたいので、またお会いしたいと思います。それを着替えして博多インプティメで最後決めたいと思います。